はいどうもフランケンジェルス、今回もですね絵本の中のなんかちょっと、まあ、これ裏表紙に使おうと思ってる絵ですねを描いてますね。あの前の動画に引き続き、はい、というわけでね、今日昨日ね、あれなんです、ちょうど動画投稿した後に友達とあのパシフィックリムを見に行ったんですよ。パシフィックリム2アップライジングを見に行ったんですけど、もうね、一昨日からか上映開始してるやつ見に行ったんですけど、いやーよかったっすよ。俺前回のやつがね好きでね、前回俺2回映画館に見に行った上にブルーレイ買って何度も見てるんでめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、ちょっと今回ね監督さんがギレルモ・デルトロさんからちょっと違う人も変わったみたいで、雰囲気はね結構違ったり、あ、ネタバレは今回しませんので、あのそこら辺話をしてください。はい、うん、そう、あの結構ね雰囲気が変わってて、なんつんだろうな、前の方がちょっとダークやったな。なんか今回ね、ほんとなんか、どっちかっていうとね、トランスフォーマーとかのノリに近いっていうか、なんか最初に出てくる、そのね、ロボットが、割とね、トランスフォーマーのノリで、ちょっとね、トランスフォーマーの雰囲気を感じざるを得ない感じかな。なんかトークのテンポも近いし、うん。なんだけどね、その話のテンポが、いかんせん良いっていうか、なんかね、どん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 展開していくんですよ。変な間がなくって超忙しかった。なんか2時間ちょいぐらいだったかな。なんかもうずっと忙しくって休む隙がなくってね、なんか全然飽きずに最後まで見れましたね。眠くなることもなく、うん。前作はね、あのなんだかんだ前作ってすごい見応えあったんだけど、バトルシーンが冒頭と中間はなくって最後に一気に来るぐらいだったんだけど、今回はね割とふんだんにあったんで良かったですね。あの怪獣バトルもなかなか良くって、あの若干ねそのね機械がねスリムになりすぎてる感があって、俺はちょっとねそこは気づかなかったんやけど、いやでもねバトル自体はね結構あの街をめちゃくちゃ壊しながらあの怪獣に立ち向かっていくのがいいですよね。あと怪獣に攻撃された時のあの重厚感というか、ものすごい衝撃が伝わってくる感じが良かったですね。なんか俺 IMAX で見に行ったんやけどね、だから音響もすごい良くってずっしりきましたね。うん、あの主演の名前忘れたけど、あの黒人さんの人もなかなかあのスターウォーズのエピソード1の時全くオーラを感じなかったんだけど、最近すごいオーラを感じるようになってきてね。なんかあのヒロインの女の子めっちゃ可愛いし、なんかあの前作のねあの博士2人も出てくるんやけど、博士2人もねなんかねめちゃくちゃ可愛くって、なんかあの2人がね一緒にいるシーンがあるとねめっちゃほっこりしてよかったですね。うん、いやあのぜひあのまだまだ映画館やってると思うんで、あの気になる人は見に行ってください。うん、いやー楽しかったな。いやまあ絵本をその後めっちゃ描かなきゃいけなくて、もう昨日もねその映画見に行って帰ってきてから2枚ぐらいまた描いてんやけどやばい、今日中に今日これ描いてるんやけどね、今日これとあとちっちゃいカットイラスベベって描いて最後本編集して明日の絵本展の搬入に挑むみたいな感じで、ね、結構ねやばい忙しさなんですけど、まあ頑張ります。はい、そうら再来週にはアベンジャーズもやるじゃないですか。いやあの僕映画めちゃくちゃ好きなんですよ。あのもうネットフリックスとアマゾンプライムとあのスターチャンネルに加入して映画ずっと垂れ流しで見てるぐらい映画好きなんですよね。だからね映画を見に行かないと禁断症状が出るんで、インフィニティウォーもできれば初日に、多分ね展示会中なんやけども展示会終わった後にレイトショーで初日に見に行こうかなと思ってます。うん、アベンジャーズ編み込みもねずっと最初のインクレディブハルクとかアイアンマンからずっと追ってきてるからね、もう楽しみっすよねめちゃくちゃ。うん、ついにあれが一区切りって感じなんで、いやー楽しみだ。めっちゃ映画語りまくったな今回。全然絵また関係ないけど、うん、あ、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。完成ですね。あのチャンネル登録コメント高評価ぜひよろしくお願いします。ではでは。